よいよ今日でおしまいということで、はい、泣きそうなんですけど、今後ねサプライズでなんかやりたいなって思った時に ね、どうやってみんなにお知らせしようかって思ったんです。そうそうそう。でもしかしたら緊急に安倍さんがまたなんか変なことをやって、これは国会前で声を上げなければっていう事態が起きた時に、そうそうそう、今日だけやろうよって思うかもしれないじゃない。あるいは安倍さんがついに終わったとか、終わったとか、祝杯をあげにここに集まろうぜって気持ちになった時あるでしょ。あるかもしれないけど、あのフェイスブックとか、手話のエミちゃんです。あ、エミちゃん。フェイスブックとかツイッターでその時は必ずお知らせするんですけど、はい、中にはネットをやってらっしゃらない方もいらっしゃると思うんですよ。だからそういう方たちにどうやってお知らせしようかなって考えました。 そうなんです。はい、それで今日そういう、ね、ネットとかツイッターとかフェイスブックやってらっしゃらない方で、もしそういう希望のエリアからのお知らせを欲しいっていう方いらっしゃいましたら、今日はあの紙をお配りしますので、はい、よかったらお名前と連絡先を書いて私たちスタッフに渡していただければ、はい、同窓会とかやるとき必ずお知らせしますから、あのね、卒業式だからさ、同窓会とかやりたいじゃないですか。そうね、そうだね。よく考えるとね、うん、お名前、顔はよく知ってるけど、名前お名前とか、どこの方とか、ね、何してらっしゃる方とか知らないまま、はい、7年間お付き合いしてる人もいっぱいいるのでね。あの、なので他には転用しませんからね。はい、他のことには使いませんので、もしそういう希望のエリアからの お知らせが欲しいな、来てもいいよっていう方いらっしゃいましたら、はい、スタッフが今紙を配りますので、お帰りの際に、はい、はい、書いていただいて提出していただければと思います。 あれですよ、奈良さんのお菓子皆さん手回りました？回りました？回りましたか？食べた？もう売り切れたかな？正直に、はい、はい、正直にね、もう、はい、ね、食べてください。あとあのカイロあります。カイロありますよ。カイロあったかいのありますからね。今日は必需品ね。はい、じゃあ何すんだっけ、写真。あ、そう、皆さん、はい、先ほど申し上げた通りで、アスカさんが自撮り棒で舞台の上から写真を撮ります。一緒に撮る、皆さん全員を写したい。はい、一緒に撮りたいです。そう思いますので、ぜひね、ちょっとね、この放射線上に集まっていただければと。こんな感じ、このぐらいです。はい、範囲としてはこんなもんです。これ、ね、早く帰っちゃう人もいると思うから、これ前半の部です。早くね、あの終わりの方にもう一回やる予定なんで、皆さん集まってくださいね。前の方に置いてください。あのライトいいんですか？逆光だよ。今、三鷹の皆さんからなんか私頂戴もしましたですよ。ありがとうございます。もうすいません。すごいね、すごいね、本当すごい、ものすごいイベントだね。なんかそれでじゃあ、あの大体皆さんいつもの定位置にお戻りいただいて、定位置のない方はもうお好きなところに行っていただいて、はいはい、はい、あ、寒いのでね。そうです、あの寒いからおしくらまんじゅうっていうのもあるんですから、寒いので来てくださいね。はい、そう、離れられると寂しいから、そう近くに行ってくれると、本当にね寒いですから、はい、あのカイロありますんで、あの寒いカイロ欲しい、そういう方いらしたらすぐ言ってください。はい、すぐですよ。はい、あと腰痛いとかいう人も次郎さんが治療してくれるのでね。ちょっと待てちょっと待て、それ今日俺も俺私もってなったら、うん、もう僕はもうこの先何もできないからね。ね、はい、ここにカイロあります。新品のカイロございます。はい、というわけで、はい、国会前希望のエリア原発事故が起きましてから、はいはい、2012年3月から官邸前で、原発なくせの抗議行動が始まりまして、最初はファミリーエリアっていう名前だったんですよね。
でお子さんでも初めての方でも参加しやすいっていうあのエリアとしてずっと続けてきまして、はい、2014年の2月から希望のエリアって名前が変わりまして、ずっとここで声を上げてきました。本当にあの長いことね、あの皆さんと、同じ思いの皆さんとつながって声を上げてきたんですけれども、いよいよ今日でおしまいということで、ね、一番最初の時はね、官邸前の、あの坂道の途中に国会記者会館というところがありましたね、その門のすぐ脇のところにファミリーエリアって言って作ったんですよ。でここはセーフティーゾーンって言ってたんですけど、全然危なくて、で移動してどんどん下へ下がってきて、で今のあそこのスピーチエリアにあるところは、あそこが、一旦そのファミリーエリアになって、でもそれでもやっぱりこっちの方がもっと安全だっていうことでここになって、ファミリーエリアになってからもう6年ぐらいね、ずっとやってきたんですね。本当に私たちずっと続けてこられたのは、ずっとこの間もあの申し上げましたけど、皆さんがおられて、で私たちの背中をどんどん押してくださって、だから今ここでこうしていられますし、私たちは別に抗議行動を率先して、そのなんていうんだろう、リードしてるっていうつもりは全然ないんです。でむしろ参加者の皆さんがメインであって、私たちはこの場を作るっていうことにあの徹してやってきました。で人によってはね、あるいはいろんなところからね、笑顔をなんか作ってるのは抗議行動じゃないとか、あるいはなんで友達みたいなことやってんだみたいな、そういう声もありました。でもなんて言うんでしょう、スタイルってどんなのでもいいじゃないですか。でガーって言いたい人はガーって言えばいいし、でそのことを私たちは否定しないし、で私たちは私たちのスタイルとして、皆さんと一緒になって声を上げて、そして皆さんに押されながらずっと続けてくるっていうこのスタイルをすごく気に入ってずっとやってきました。それこそ雨の日も風の日も雪の日も台風の日もずっとやってました。でありがたいことに皆さんこうやって来てくださることになって、ずっと今日まで続けてこられたんです。ですけど7年経つとそれぞれの仕事とかのポジションが随分変わっちゃうんですよ。私なんかにしても、もう来年始まったらすぐにちょっと仕事が2、3個ボーンと増えちゃうんで、ちょっとこれ以上は続けられないなっていう状況がほぼみんなあったりしたもんですから、この夏ぐらいからずっと話をして、じゃあ申し訳ないけど12月いっぱいで終わりにしようかねっていうふうになったんです。でも私たちは皆さんのことは絶対に忘れないし、忘れたくないし、自分たちがやってきたこと、自分たちの証は皆さんだっていうふうに思っているので、これをずっと心の中に持ちながらこの先も頑張っていきたいっていうふうに思ってですね。ですから皆さん、ぜひ先ほども申し上げました小さな紙をお渡ししますので、連絡欲しい、私はいらないっていう方はいいです、連絡欲しいよっていう方がおられたら、ぜひお名前とかご住所とか連絡先書いてスタッフに渡してください。ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと話長くなっちゃいましたね、ごめんね。せっかく早く始めたのに、ごめんよ、はいよ、始めましょう。ちょっとね、喋ってたからね、太鼓の用意してないから、ね、遅いよ、次郎さん。おめえはよ、お前よ。いや、本当にあんまり私喋ると涙が出そうなんで、今日はもうあんまり喋らないようにしようと思ってるんですけれども、いや、本当に何にも311までは何にもわからなかった一人のね、母親だったんですけれども、何か自分にできることはないかと思って行き着いた場所がここでした。本当にここにいらっしゃる方はみんな同じ思いの方たちばっかりだと思います。何よりもね、私、皆さんと一緒に7年間ここで声を上げて学んだのは、人を大切にするっていうことと、同じ思いの人とはどんな人とも
つながっていくっていう、その2つのことが一番大切なんだなと思いながらずっとやってきました。本当に本当に参加者お一人お一人の、あ、季節だ、そんなお一人お一人のね方が声を上げていくことで、この国は必ずいい方向になっていくと私は信じていますので、今日も8時まで一緒に声を上げましょう。ね、もういろんな人がいるからもう泣いちゃうわいいよ泣いても。希望のエリア音楽隊の皆さんです。あ、すごい、大熊さんもいる。後で告知とかしてください手話は大沢恵美子ちゃんです。ツイキャス中継、動画をご覧の皆さんもありがとうございます。検査隊の皆さんもこんばんは、よろしくお願いします。後で警察の皆さんもよろしくお願いいたします。あとね、7時半になりましたら IWJ さんが久々にこっちに渡ってきてくださいます。それから今日はキャンドルエリアの皆さんが、そうなの、特別に希望のエリアのすぐそばでコラボで綺麗な明かりを灯してくださいます。ありがとうございます。すいません、そういうわけで僕ちょっと球台抜けて見に行ったりしてますけど許してください、ね、勝手にしてください。コラコラって言われちゃった。じゃあコールしましょう。はいよ、はい、じゃあ今日も声上げます。命を守ろう、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 赤ちゃん守ろう、赤ちゃん守ろう、未来を守ろう、未来を守ろう、みんなの声で、大丈夫ですか？大丈夫だから。
ね、これからだからね、始まったばっかっすよ。ねえ、もうずっとコールしてたい。でもね、なんかね、懐かしいんですよ、うん、このぐらいの人数って。本当に ね、 ね、もうガラガラの時も正直あったよね。今日はなんかたくさん人がいて、ね、うん、本当よく頑張ったね、寒い中で。いや、皆さん頑張られましたよ。こんなとこなんで、こんな年末のさ28日になってこんなとこ来なきゃいけないのってみんな思ってるよね。ね、私も本当戦いたくないから そのために戦ってたような、そう何なんだろうっていう ね、 本当こんなとこに来なくてもいいようにするために頑張っていきましょう。ここは金曜日にやらなくなりますけど、我々はやらなくなるんですけど、その気持ちを引き継いで何かやってくださる方々が 何組か声を上げてくださってるんでね、はい、その方々にここはお譲りして、私たちは地元でもどんどんやっていこうと思います、ね。来られる時はね、来るし。来ますしね。うん、来られる時は。ね、サプライズでね。そう、そんなこと言うのが毎週来る気でしょ。また来ちゃった。できるじゃんみたいなね。なんだかんだって毎週来てんじゃんみたいなね。まあ、それでもいいか。で、希望のエリアでも。命を守ろうというテーマだったら何でも OK です。お話ししていただきます、はい、もう今日はたくさんの方にお話ししていただきたいので、はい、早速行きましょう。トップバッターは、あ、今日は上着を着ています、西田規制委員会春発信です。お願いします。珍しい、いつも背広だけだから風邪ひくんじゃないかと思って。どうもご心配おかけして、すいません。やっとワーキングパーカー出して。皆さんこんばんは、川崎から参りました春発信と申します。希望の家にはいろいろお世話になりました。ありがとうございました。お話しじゃすっきりがないので、あえて変えずにいつものスタイルで参ります、まず高速増殖原型炉文字の燃料集合体取り出しの状況です。取り出すべき燃料集合体は原子炉容器内の370体プラス炉外燃料貯蔵槽の160体、合計530体で、このうち炉外燃料貯蔵槽から来年1月までにまず100体取り出し予定です。で、12月27日までに累計68体を取り出し完了しました。当面の目標まで残り32体です。で、あと12月20日時点の福島第一原発の汚染水の数値ですが、タンク内貯留量約112万5千トン、このうちアルプス処理済み水約 98.8 万トン、設置済みタンクの貯留容量上限が 117.8 万トン容量で、未処理の高濃度汚染水建屋の滞留水は約 3.9 万トンです。で、以前からお話してますように、2020年までに設置できるタンクの容量が137万トン、ただし全部に貯留できるわけではないので、計画上の貯留容量上限が126万トン、現在 112.5 万トンですから残り 13.5 万トンです。で、水の数字は、年末年始の休みの関係でおそらく2週間後の公表になるはずで、その時はもっと減ってるはずです。で、その水の件なんですけども、本日経済産業省、本館地下2階講堂で多角集直設備等処理水の取り扱いに関する小委員会の第12回会合が行われました。8月末に行われました公聴会でのご意見ご指摘を受けてということで議論が行われまして、東京大学大学院の准教授でもある関谷直也氏がプレゼンを行ったんですけども、関谷委員がですね、インターネット上で消費者の意識調査アンケートを行ってその結果を公表してました。で、これは経済産業省のホームページに載ってますので、ぜひご覧いただきたいんですけども、まず特徴をかいつまんで申し上げるとですね、これ全国平均でアンケートに回答した4割の国民がですね、福島第一原発の敷地内で水が貯留され続けていることを知らないと。で、さらにこれ地域差があって、福島県内で知らないのは3割なんですよ。ところが大阪に行くとなんと6割近くがこれを知らないっていうんですね。で、国民、あくまでちょっと数百人単位 のアンケートなんで、これがそのまま当てはまるかどうかっていうのは疑問なんですけども、だからこういう調査っていうのは初めて行われて、
全国平均で約4割が福島第一原発の敷地内に水が貯留され続けていることを知らないと。で、関谷委員がこれ言ってたんですけども、もうこれは海洋排水に賛成するとかどうかとか、どういう処分をするかとかいう問題ではなくて、知らないんだと。で、そういうことが議論できるあのもう土台がないんだということを指摘してました。で、あと経済産業省の小委員会が終わった後記者列がありまして、まあ私は一般傍聴だったんですけど、一般傍聴だからって追い出されることもないので、記者列も残って聞いてたんですけども、東京新聞の新井記者がですね、公聴会ではタンク内貯留の継続ということに関しても意見があったはずだと、そのことはどういうふうに議論するんだということを聞いてました。で、経産省の事務方の回答としては、タンク内貯留に関しての議論はする予定だと。で、ただタンクの貯留を継続するとしても、どのくらいの期間継続するのか、また継続してその後どうするのか、またタンク用地を敷地の外にするのか中にするのか、いろいろ検討すべきことがあって、議論の材料を今整えている段階だということを言ってました。で、次回の小委員会の会合日程は未定ですけども、さらに公聴会で指摘された論点意見に基づいて議論を行い、それから取りまとに向けて議論を始めるということです。で、繰り返しですが、計画上の貯留容量上限126万トンまで刻一刻と迫ってます。で、私が怖いのは、この前時間切れになって海洋排水になってですね、世界から叩かれて、日本の国民が何で戦えてるのかわからないという、そういう状況なのが一番怖いと思ってるんで、じゃあぜひ皆さんもですね、本当に家族でも職場の人も本当人一人でもいいんで、福島第一の敷地内に水が溜まってるんだと、だんだん増えてるんだということは、ぜひ広げていただきたいと思います。はい、あえて何も申し訳ない、いつものスタイルで終わらせていただきます。ありがとうございました。三崎規制委員会原橋です。彼もここで我々は仲間になったなというふうに思っています。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ続いて松さんお願いします。はい、川崎から来た岩田と言います。今日飛鳥さんがちょっと緊張してるみたいなんで、私が申し上げます。1週間のお仕事ご苦労様でした。ね、でしかもですね、今日はなんと仕事納めなんですよ。郵便局に寄ってきたら今日で郵便局が閉まる、こう言われてましたから、1年間のお仕事ご苦労様でした。で、私はですね、短歌を読むのが、なりわいのもんですから、現代歌人協会の話とか、まあ、日本ペンクラブの話をここでしてたんですが、働くっていうことが人間の喜びであり幸せなんだってことをね、感じるのは、私のフェイスブックの友達ですね、難病で2年前までは電動車椅子から起き上がれなかった人がいるんですよ。それで夜になるたびに酸素吸入の、パイプをつけて、そして今日明日起きたら息が止まってるかもしれないって言って、夜な夜なフェイスブックで愚痴を言ってる人がいたんですよ。で、その人がですね、自力でリハビリをしまして、そして今はなんと毎日毎日出勤して働いています。いろんな、交通の整備とか、そういう、まあ、ガードマンの仕事ですよね、それやってます。で、最低賃金が低かったりするとそこをやめて最低賃金の高いところに移ったりしてます。だから元気に働けるのが非常に喜んでる喜びだって言ってます。私は毎朝挨拶をしながら、働けるようになってよかったですねって言っていつも言うんですけど、やっぱりね、そういうふうに働ける世の中じゃなきゃいけないと思うんですよ。だから今みたいに正規非正規の賃金格差がこんなに大きいとかね、あるいは最低賃金が国連がね、生存のレベルの下回ってるっていうふうに言ったりとか、そんなことはね、やっぱり終わらせなきゃいけないと思うんですね。で、ちょっと今日はですね、私の本業の短歌を読んでみたいと思います。海外への派兵の決定なされたる今日、多機時期の案内届く。
後のように種まくように生きた人、母に宛てたる手紙書きたり、我が父が梨えざり氏を今我がするを楽しき行為と言わん、この父の、短歌の意味なんですけど、私の父は川崎でずっと仕事してました。で、川崎の中で地方の、地方の市長選挙や知事選挙の統一戦線ができるように努力してました。小さい頃からその苦労を聞いてました。非常に大変だったそうです。で、父はですね、国政レベルの統一戦線を作ろうと思って努力したんですが、できずに64で亡くなりました。で、私がなんでここで統一戦線の話するかっていうと、畑田重雄さんっていう 国際政治学者の方がいらっしゃいますね。畑田重雄さんが今の野党共闘は統一戦線の方がだって言うんですよ。で、方がってことは目ですよね。まだ統一戦線になってない。で、私の考えですけど、例えばこのね、悪性のオンパレードのようなものをやめさせるには野党の共闘必要ですよ。だけど、選挙でこう乱立してしまったりとか相乗りしてしまったりとかありますよね。理由は私の考えるところでは、沖縄のように、沖縄ですね、全ての会派とそれから、民間団体が集まってオール沖縄の会って作ってるんですね。だから日本の国政レベルでも全ての会派と、市民団体が入ってオール日本の会って作れればいいなと思ってます。その時に本格的な、統一戦線ができるんではないかというふうに私は思います。で、父親ができなかったことを今私がやってる。だから選挙は勝ったり負けたり負けたり負けたり勝ったり負けたりですけど私は今ね、生きてて嬉しくてしょうがないんです。父親ができなかったことを私やってるんです。今嬉しいですね。父親は大きな存在でしたから、父親には絶対かなわないと思ってました。だけど父親のできなかったことを今やってる、これは嬉しいです。そういう喜びの、分かち合いながらも、分かち合いながら戦っていきたいと思います。で、私は短歌ですから、歌を作るんですが、ソングの方の歌も歌いますから、最後にその歌を歌います。触りだけ。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動がドラムと響き合えば、新たに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさ明日が列に入れよ、我らの味方に。砦の向こうに世界がある。屍越えて開け明日のフラン。ここは好きなんですけど、列に入れよっていうのが今の統一戦線だ。みんな味方になるよと、味方になるよと、どんなやつも味方になるよと。この前ですね、国会前の集会に出ましたら、どことは言いませんけど、新しくこう共闘に入ってきたところが、日和見主義者とか言ってね、やじられてるんですよ。でもね、そういう人だってね、やっぱりね、全体がぐーっと動くときは味方になるんですよ。で、そういう人のことも大切にしながら、そういう共闘を、地元で作っていきたいと思います。頑張りましょう。平田さんでした。ありがとうございました。今日は苫小牧からも、メッセージが届いています。希望のエリアの皆様へ希望のメッセージ。北海道苫小牧市から平和への希望、ホープフォーピースの連帯と敬意の挨拶をお送りします。希望のエリアは私たち一人一人の心の中にいつまでも輝いて生きていきます。この場に北海道から来てスピーチさせていただいた感激は今でも息づいています。皆様のご健康とご活躍、ご成功をお祈りしています。苫小牧駒沢大学名誉教授、篠原雅彦先生です。ありがとうございます。では広報部長お願いします。
部長、部長、こんばんは、今日は大勢スピーチするようなので、告知だけして帰ります。新年早々1月1日、ここで、安倍が国民は餅食ったらみんな忘れるだろうって言って、いや我々は絶対に忘れないってことで、1月1日ここで、午後3時から、1時間弱、リレートークを一応計画しておりますので、もし来られる方がいましたら、できたら黄色い旗を持って、集合していただきたいと思います。それから、来年から毎週金曜日この場所は抗議行動はなくなりますけども、有志で、月1回第3金曜日にここに来たら誰かがいるだろうということで、第3金曜日ということで、引き続き、ここで声を上げていきますので、よかったら参加してください。それから最後に一言、OK Google 原発止めて。第3金曜日に来れば会えるかも。はい、ではお願いします。皆さんみたいに素晴らしいことは言えないんですけれども、梅雨空に救助を守れの女性でも、梅雨空に救助を守れの女性でも、これは僕の住んでる川口の隣の埼玉市にあるある公民館で、ずっと活動を続けている俳句サークルの方が作られた、俳句です。でいつもそのサークル の毎月のね、そのサークルで選んだ俳句が公民館だよりにずっと掲載されてきたんですけれども、バカな公民館職員が忖度しやがって、こんなの乗っけちゃまずいよねつって、で教育省もそうだねって言うんで、この俳句をですねいつも載せているその俳句サークルの欄から削除しちゃって載せなかったという事件がありました。でこれはひどいということで戦って、で本当は裁判なんか訴えたくなかったんですけれども、市が頑固で全然言うこと聞かないから裁判に訴えて、で埼玉地裁一審で違法判決が出て、そしたら埼玉市は早速上告しやがって、で東京地裁でまた埼玉市が負けて、ざまみろと思ったら今度はとうとう最高裁に上告するというとんでもないことをやってくれたんですね。でこっちも負けてたまるかっていろいろ活動したんですけども、最終的に最高裁は上告を棄却しまして、二審判決が確定して、要するに埼玉市の違法性が認められました。とうとう霜降りて、じゃあしょうがねえ掲載してやるかみたいなことをブツブツ最近言ってますけれども、やっぱり市民が声を上げるっていうことは本当に大事だなっていうのを本当に実感した今年でした。で本題に入ります。希望のエリアでいろんな人と知り合ったんですけど、その中に一人トネ君というちょっと変わったおじさんがいて、いつもねその辺で誘導灯を持って警備してくれてますけれども、でこの度めでたく身を固めることになって、でしかも我が埼玉に来てくれるということで、これは大歓迎と。でお前も身固めるんだから少しは勉強しろよ、資本論ぐらい読んでみたらどうだってちょっと口を滑らしたらですね、じゃあ俺にも分かるように説明してくれよとか言って、で考えてみたら私も実は資本論読んでません。でこれはやばいなと思って、でどうせ読んでないやつに適当なこと言っても分からないだろうと思ったんだけど、それじゃあんまりだからというんで、一応ロイさんにちゃんと監修してもらった資本論入門というトネ君の結婚祝いのこんなパンフレットを作ってみました。でいっぱいありますんで欲しい方に差し上げますので、後で私に声をかけてください。はい、トネ君おめでとうございます。すごいんですよ、和尚でもわかる資本論入門っていうタイトルなんですからね、ちゃんと読んでくださいね、和尚読んでくださいね。はいはい、ではありがとうございます。お願いします。球場俳句の埼玉市から参りました小田と申します。実は私は今日はね、この希望のエリアの初めの頃からずっと参加されていた自転車隊のニンニン母ちゃんこと、メッセージアスカさんと児童さんにメッセージを扱ってますので、代わりに代読させていただきたいと思います。最初に
次郎さんへ。次郎さん、自転車隊のことをいつも見守ってくださりありがとうございました。8時過ぎると近づいてきて大きな手で握手してくれました。両手で丁寧に人と接するのはこのようにするのはと教わりました。次郎さんありがとうございました。山田人参。自転車で周回しているとあなたの声が背中を押してくれました。これからここを仲間は勝ち取りのように自分でできることを自分らしく続けていくと信じています。ありがとうありがとうありがとう。アスカ人参お母さんありがとうございます。一生の宝にします。ありがとうございます。はい、私もあの初めの頃から、ね、結構参加されてもらったんですけれども、病気したりしてしばらく、ね、お休みした時もあったんですけども、帰ってきたらまた飛鳥さんも千代さんも皆さんも温かく迎えてくださって本当にありがとうございました。皆さんもね、あのそれぞれのところでぜひまた頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。小田さんありがとうございました。気をつけてね。小田さんも元気になってくれてね、よかったです。ありがとうございました。さあ開品です。今日はね、てつさんがすっごい久しぶりに希望の家に来てくださいました。てつさんお願いします。はい、皆さん、お疲れ様です。疲れてますよね。でね、今日ね、あいつが来るからには、怒りに満ちたあいつが来るからには何かに反対するに違いないと。今日は反対する気ありません。今日はね、ただひたすらに希望のエリアのことについて話したいと思います。で、かなりね、やっぱり行く場所が同じでも行く道が違うとなかなかお会いすることはできませんが、しかしこれだけははっきり言わせていただきます。飛鳥さんありがとうございます。そして、ジローさんありがとうございます。そして皆さん本当にありがとうございます。あのね、まあ爆発した原発にね、私ね、感謝を捧げるつもりは全くありませんが、ただあの日以降ね、私本当に痛いほど感じていることあります。本当にね、人と出会うとその人たちがね、確実に自分の構成要素になって内側に居続けてくれるっていうことをね、私はずっと感じてます。だから皆さんは本当にいます、ここに。だから私がいない時にも私のここには皆さんいます。でね、今日なんですけどね、まあ終わりとかっていう話ですけど、これ終わりじゃないですよ。なんでかっていうとね、言わせていただければ、希望のエリアでしょね、希望のエリアでしょね、あんなん世界中希望のエリアであってしかるべきじゃないですか、皆さんね。そうでしょ、北から南まで 2000km の、ね、この列島、日本列島だってこれ希望のエリアであってしかるべきでしょ、ね、太陽系第三惑星はまん丸の希望のエリアであってしかるべきじゃないですか。こんなね、永田町のこんなね、狭っこい場所、ここが希望のエリアだって名乗ってんのがおかしいでしょね。えとりあえず名乗ってました。とりあえず今まで頑張って名乗ってました。でもね、皆さん希望ってのはね、あれですよ、皆さん望み続けることでしょ。望むことやめないことじゃないですか、皆さんね。えいいこと、望むことやめないことじゃないですか、皆さんね。えそして希望はいつでも心に属するんですよ、皆さん。心は形がないから際限なく広がりを持つんですよ、皆さん。希望は今や飽和して、こんな永田町のこんな狭い一角にとどまることを知らないんですよ。だからこそ今日が始まりなんですよ、希望のエリアの。そうでしょ。じゃあちょっと一発やりますか。はい、おい、広がれ広がれ希望のエリア、もっと広がれ希望のエリア、列島中に広がれ広がれ、世界中に広がれ広がれ、もっともっと希望のエリア。
が希望のエリア。今日が始まり、今日から始まり、今日から本当の希望のエリアの始まり。それにしてもお疲れ様です。はい、お疲れ様でしたじゃない、お疲れ様です。ありがとうございました、哲さん。久しぶりにね、元気な、いいね、熱いコールも聞かせていただきました。いい、ね、本当にありがとうございます。かっちょいいね。かっちょいい。これからもね、あの経産省前やいろんなところでも希望のエリアとして、そうです、頑張ってください。声を上げていただきたいと思います。ありがとうございました。では今日は国会からも駆けつけてくださいました、かっこいい、参議院議員の平よし子さんです。皆さんこんばんは。こんばんは。ご紹介いただきました参議院議員、日本共産党の平よし子です。年末最後に、そして希望のエリア最後ということで、私もいても立ってもいられなくて駆けつけてきました。あの、まあ、国会議員代表かもしれないですけど、私としては我が家代表のつもりです。あの我が家でも、あの原発ゼロ命守れと声を上げている家族がいます。で今日私ここに立ってね、改めて感動してるんですよ。いや毎週毎週、あの私も最近毎週は来れなくなってきてるんですけど、こう来るたびに、あの人数がね、以前よりは減ってたんだと思うんです。でも今日ここに来たらこれだけ多くの人がいるじゃないですか。ということは、毎週金曜日ここに来れなくても心は同じで、さっき哲さんが言ってたように、地球すべてが希望のエリア、自分の家が希望のエリアで、声を上げてる人がこれだけいるってことじゃないですか。もっともっといるってことじゃないですか。原発ゼロから始まって命を守れ、希望を求めるこの場所だった。そしてここで全国でみんなで上げてきた声は、私確実にそうは言っても政治を動かしていると思うんです。だって原発事故が起きてからこの7年どうなってきたか。まずは明らかなのは、原発は時代遅れのエネルギーだっていうのが、もうすべて世界中の認識になったってことじゃないでしょうか。だからイギリスでも原発事業を頓挫しようとしてるでしょ。私原廃法の審議に、質疑に立ちましたよ。あの法律も様々問題あるけど、賠償措置額1200億円これ引き上げられなかった理由は、それ以上の賠償措置額を引き受けられる保険会社がこの世に存在しないからだそうですよ。保険会社が引き受けられないような高いリスクがあるのが原発だ。もうその時点で原発事業は破綻してるんじゃないですか。それなのに、それを分からず被害者の皆さんを置き去りにして、再稼働に突き進んで、輸出に突き進んでいる安倍政権、私はもう絶対に許せないんですよ。原廃法の審議の中で福島の皆さんに改めて会いに行きました。みんな言ってました。私たち求めてるのはお金だけじゃないんだよ、お金だけじゃないんだ、原発事故で私たちは人生を壊されたんだ、生きる誇りを奪われたんだ、ふるさとを奪われたんだ、それを元に戻してほしいんだ、できないんならせめてお金ぐらいきちんと払え、それだけじゃない、ちゃんと謝罪し反省しろ、二度と事故を起こさない、決意を示せと言ってるんだとおっしゃってたけれど、政府はどうですか、東電はどうですか、いまだに謝りもしない、反省もしない、責任逃れて逃げ回ってるじゃないですか。だから許せないわけですよ。こういう一人一人の命や人生を大切にしない政治はもう終わりにしなきゃいけません。希望のエリア、ここは終わりかもしれないけど、そういう一人一人の命を大切にする社会を作る歩みは、やっぱりここから始まるんだと思います。これから来年も一人一人の命が大切にされる、原発なんて何も一つもない、そういう危険なものは一つもない、そういう世界を目指して
手つないで頑張り抜こうじゃありませんか。高須も皆さんと一緒に手つないで頑張ります。じゃあコールします。再稼働反対、再稼働反対、時代遅れの原発いらない、時代遅れの原発いらない、未来を守れ、命を守れ、子供を守れ、原発いらない、ふるさと返せ、ふるさと守れ、地球を守れ、原発いらない、今すぐ廃炉に、さっさと廃炉に、廃炉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 、すべての原発廃炉にして、すべての人々に希望、よしこさんでした。ありがとうございました。元気になっちゃうね、本当にね。キラさんもずっと最初から一緒に、ね、声を上げてくださってて、ちょっとウルウルするんだけど、ね、どういうこと。私もかなりウルウルしてます。やばいね、もう、はい、もう本当にずっとね、あの頃はね、まだ独身だったキラさんが、今はバッチもつけてハグハグハグ、バッチもつけてお母さんにもなって、こうやってね、国会の中で頑張ってくださっていることが本当に心強いです。今日もまたここで頑張ってくださったんですから、ね、本当来てくださって、年末で忙しいのに、本当にありがとうございます。これからも国会の中で活躍続けてください。ありがとうございました。はいありがとうございました。では、はい、お願いします。こんばんは。こんばんは。寒い日に皆さんご苦労様です。私もあの川崎から参りました瀬戸柳と申します。今日は川崎からの作家多いですね。以前東京新聞の社会面にですね、声を上げたい人はここへという見出しで、飛鳥さんたちの写真が載り、ここの希望のエリアが大きく取り上げたのをご存じと思います。新聞に言われるまでもなく、それ以前から、声を上げたい方、それから自分の意見を述べたい人が、毎週金曜日にここに来るのを楽しみに集まってきたと思います。私もその一人です。さて、この希望のエリアでは、1時間ほど経つとですね、みんなであのふるさとを歌いますよね。実はそのふるさとの歌が始まると、私はちょっと胸が痛み出して、いたたまれなくなって、そっと抜け出しておりました。その訳を今日は、話させていただきます。罪深い告白になります。私はあの大学卒業後ですね、博報堂という広告会社の企画制作局に入り、5年半ほどですね、コピーライターという仕事をしてました。コピーライターというのは、視覚的なアイデアを考えるアートディレクターやデザイナーと一緒に、広告企画を練る仕事です。で、ライターが主に言葉の面から、それからデザイナーが、視覚的な絵や写真を使った視覚的な面から、お互いにアイデアを出し合って、で広告を作り上げていきます。でもうやがて50年近く昔になりますが、ライター5年ほど経った時に、私はあの担当企業の一つに
三菱重工の企業広告を任されました、当時、企業広告というのは、特定の商品を宣伝するのではなくて、その企業が取り組んでいる、課題を、紹介してですね、で企業としてのいいイメージを持ってもらうように、との目的で作ります。当時はですね、公害などで環境汚染が問題になっておりましたので、環境問題の取り組みを主なテーマに、シリーズ広告を作っておりました。その広告では、同社の、広報部長に、いい広告を作ってくれてるねと褒められたこともありました。毎月1回朝日、毎日読売、それから日経などに、新聞1ページの面を全部使って、掲載されていました。そのうちに、その中の一つに、原発問題を取り上げたことがありました。当時福井の美浜原発の建設中だったと思いますが、その原発の紹介として、次のような、キャッチフレーズで広告を作りました。それがですね、うさぎ追いしあの山にもやがて原子力の明かりが灯るというものでした。視覚的にはですね、線画で、ほぼホワイトスペースを生かしてですね、円形には雪をかぶった民家から明かりが漏れ、雪面にはウサギの足音が点々とつながって、手前にはですね、見逃しかぶった少女が、描かれた広告でした。で、当時はですね、原子力の平和利用ということも歌われて、私もそのことに疑いを持たずにいたと思います。ところが福島原発の事故が起きて、その当時の自分が関わった広告をパッと蘇ってきて、非常にショックを受けました。私も、原発推進にもしかしたら加担していたんだと、もうやがて半世紀も近くも前のこういった広告を覚えている方はいないと思いましたが、一人心を痛めにいました。そうした食材意識もあって、私は反原発の思いを以来強めてきて今日至ってます。で、まあ今日はですね、自分の心の負担を軽くして、でもし許されるなら皆さんと一緒にこのふるさとを最後に歌いたいと思いまして、ここに立ちました。もし、お許しいただけるなら、皆さんと一緒に今日は心を込めてこのふるさとを歌わせていただきたいと思います。個人的なお話をさせていただいて申し訳ありませんでした。スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どんどん時間が押しつつありました、ね、はい、もう結構しょうがないよね、今日はね。今日はしょうがないんです、うん、でちょっときっとね、終わりが押しちゃう可能性もあるんですけど、ごめんなさい、それはちょっと許してくださいね。はいはい、続々ここに今日待ってらっしゃる。今日も私も順番大変なんで、はい、次参ります。次、はい、お願いします、はい、じゃあお母さん、あ、双葉町のお母さんです。いつもありがとうございます。皆さん、寒い中本当ご苦労様です。アスカさん、私ここに来ると双葉のお母さん来たよってやれないよね。あの子供絶対忘れないからね。ありがとう。まだまだ双葉すごいですよ。甲状腺の子供のがんも120人170人、あと大人の甲状腺のがんも増えてきました。そして11年10年、ますます死亡率が多いんですよ。少なくなんじゃないんですよ。それなの双葉町、来年解除になるんですよ。皆さん何を考えてるんでしょう。だから私、経済産業省、国会の政治家の一部を除いて、双葉に1ヶ月でも2ヶ月住んでくださいって言うんです。住んでよかったら私も帰ります。
まだまだひどいですから。なんでこんな政治になったのかしら。油絶対許せないです話。あとね、一つ悔しいのは、福島第一、世界で一番恐ろしい水素爆発を起こしたんですよね。それなのに誰一人責任取ってないんですよ皆さん。なんでこんななんですよね。こんな悔しいこと本当にないです。でも飛鳥さん本当にご苦労様でした。本当に。でも私はどんな子だっても東電が倒れるまでは絶対頑張ると思っています。あと昨日裁判、東電の裁判水木あったんです。行ってきました。何一つ真実は語ってません。部下になすりつけですからね皆さん。本当にひどいです。でもね、一つその中で嬉しいことあったの。石川県から来た70くらいのおじ男の人が裁判の中で、勝間田寝てんじゃないよ、目覚ませって怒鳴ったんですよ。そうしたら警備は全部入ってきた。でもね、出されるかと思ったけど出されなかった。だから裁判長も私の少し味方かなと思って少し嬉しかった。あと終わった時みんなに言われた。亀ちゃんしゃべれって、何しゃべんのって、双葉町を返せって言いってやっちゃうの。でも言えなかった。本当に悔しい。でもさ、飛鳥さんがねここまで頑張ってくれて本当に感謝します。あと皆さんにも本当に感謝します。でも私は絶対にまだまだ頑張って、体を元気うち元気なうちは頑張ります。絶対に東電には負けたくないです。皆さんこれからもよろしくお願いします。飛鳥さん本当に本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。本当に頑張ります。パパのお母さんでした。本当にありがとうございました。では今日は南相馬から栗村くんが来てくれました。栗村くん、おかえり。ただいま。ただいまと言いますか、私5年前に南相馬に U ターンしまして、先月11月18日の選挙で市議会議員に当選いたしました。おめでとう。で、7年前の原発事故が起こるまではあんまり政治に無関心だったんですが、それをきっかけに何かしなきゃなっていう思いで行動してきました。ここの皆さんに出会ったのも5、6年前、最初は多分ラブデモの頃だったと思うんですが、その頃、きっかけに飛鳥さんや二郎さんと知り合って、それで希望、当時のファミリーエリア、今の希望のエリアに来るようになりました。休みのたんびにこうして訪れていたんですが、今回希望のエリアは終了ということですが、哲さんがおっしゃったように、もう地球全体が希望のエリアなので、まあ、日本全国とつながっていこうと思っています。それで今日ね、お土産を何にしようかなと思って選んだのがこの福島の恋人。なんかどっかの有名なお菓子のパクリの名前なんですが、数が足りないかもしれないですが、ぐるーっと一個ずつ回していただければ。で、なんでこの福島の恋人にしたかというと、福島の原発事故がきっかけにこうして皆さんの行動が始まったんです。だからずっと福島の恋人って言ってほしいんですよ皆さんに。で、私たちも地元で金曜日に行動しています。日本全国で金曜日に行動しているところいっぱいあると思うんで、これからもとりあえずここは一旦終了しても日本全国とつながっていますので、これからも連帯して頑張っていきましょう。希望のエリアは永遠ですから。ありがとうございます。栗村君ありがとう。当選おめでとう。おめでとう。頑張れ。ありがとうございます。さて、埼玉から秋山さんが今日は、はい、はい、埼玉から久しぶりにね来てくださいました。皆様こんばんは。本当に寒い中、しかも
押し詰まったこの28日にこんなに大勢の方が来てくださるって本当に私も嬉しく思います。私本当に何回を指で数えるくらい数回しかここにあの関わらせていただいておりませんけれども、埼玉でオール埼玉総行動というのに関わって足掛け5年になります。この11月26日に第7回目の総行動をいたしました。でもオール埼玉といたしました今の状況をやっぱり何としても変えたい、市民と野党共闘を目指して本当にそれしか今の政権を変える手はないということでもって、6月2日来年のもうすでに第8回目のオール埼玉総行動を計画いたしております。私自身は1987年に議員になりましたので、その前年チルノブイリの事故がございました。ですから1986年から原発というのはずっとノーを言い続けてまいりましたけれども、まだその頃は市民の人々が原発なんて何のこっちゃみたいなところでなかなか浸透はしていきませんでしたけれども、ずっと言い続けてよかったと思っております。原発というのは亡国の産業です。本当にそういう意味で戦争につながることでもございます。それはもう決してやはり許してはならないというふうに思っております。そして本当にこの6年間安倍政権になってからの6年間特に言葉を仕事にしている政治家たちの言葉の疲弊、本当に情けなくなっております。そういう人々を選んでいる我々有権者の側の問題も大きいのかというふうに思いますけれども、来年は4月統一選に始まって多くの選挙があちこちでございます。そこに向けてどうぞ皆さんオール沖縄に続いてオール何々というのをいろんな地域で作っていただきたいというふうに思います。今いろいろなことをごちゃごちゃ言ってる時ではありません。戦争をさせないためにも原発を廃止するためにも我々市民が本当にこの国の主権者として、今の現行憲法は私は命への権利で貫かれているというふうに思っております。この現行憲法を変えさせないためにも、そして9条に自衛隊なんぞという変なものを付け加えさせないためにも、何としても今の政権を終わらせようではありませんか。それができるのは我々一人一人の力です。そして私はこの9月で80歳になりましたけれども、この国で長く生きてきた責任もあります。そして未来を担う子どもたち若い命に対して今までやってきたことを、本当にそういう方たちを守るためにもあらん限りの持てるものをこれからも出していきたいというふうに思っております。命のある限り頑張り続けようじゃありませんか。皆さんよろしくお願いをいたします。そして私も同感ですけれども、先ほどどなたかが言ってくださいました、今日が始まりです。日本中が希望のエリアだと、世界中が希望のエリアだというふうに思います。沖縄に14日土砂が投入されてしまいましたけれども、本当にこれは辺野古の海に土砂が入ったということではなくて、沖縄の県民に辺野古でずっと何十年も頑張り続けている人々の心に、そして沖縄に心を寄せている皆さんにの心にも土砂を踏み込んだ、土砂をすり込んだことになるのではないでしょうか。絶対許せません。そういう意味でも本当に我々の手に添い地を取り戻す年に来年はしようではありませんか。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。石山さんでした。いつもかっこよくてね、秋山さんみたいになるのが夢です。夢だよ。はい、ありがとうございました。久しぶりにね、はい、横須賀のお父さんが今日は、はい、横須賀のねお父さん来てくれました。ありがとうございます。石原さんです。お願いします。あの短めだそうです。いやー困ったな。お久しぶりでございます。いつも横須賀の核燃料の工場の前で一人で立っております。嘆かわしい世の中、涙が出てきますよね。本当に悔しいですよね。歌の文句で言うと、嘆きは誰でも知っている、この世は悲哀の海だもの、泣いちゃいけない男だぜ。サンドイッチマン、サンドイッチマン、おいらは町の、なんだっけ今日もプ
ら角抱いてゆくっていうのがあるんですよ。これ2番なんですよ。プラカードを抱いていく、掲げるんじゃないですね。私ね、思ったんですよ、皆さんね。一人で横須賀のところで立っているとね、俺は頑張ってるぞって、この野郎、通行人のみんな聞けよって言ってると、掲げている横断幕の文字がですね、小さくなってくるんですよ。自分がでっかくなっちゃうと小さくなるんですよ。で、自分が小さく小さく、俺も大したことないな、東電の社員と大して変わんないな、だけど反省して、やっぱり原発反対言わなきゃって、謙虚になってるとですね、横断幕の文字がね、浮かんでくるんですよ。本当に、これは間違いなくそうですよ。いかに私がですね、皆さんにこうだっていうことではなくて、小さく小さく小さくっていうふうに私が思うとですね、大きくリアルな形で私はバイバイ原発っていう旗を持って、横断幕を持って掲げて立ってるだけなんですけれどもね。で、いろんな体験をしましたけれどもね、横須賀が核燃料工場があるっていうことで原発の出発点、今原子力空母があります、手薬いきますよ、戦争の出発点だけど、私にとってですね、一番のこの原発を理解する上で、原発の反対運動を理解する上での出発点はやっぱりここだったんですね。ここなんですよ。そういう意味で皆さん方、そしてここを運営されているですね、もう人々、一人一人の皆さんにね、御礼申し上げたいと思います。それは心から本当に私は思っているんです。で、今日はそういう意味で来たわけですけれども、いろんな体験しましてですね、まあ実行委員長やったりとか、でも一番印象に残っているのはですね、横須賀で一人立っている時にですね、目の前に福島ナンバーの車がこう見えたんですよね。で、視線があったような感じ でご夫婦が乗っていて、奥さんが私に手振ってんですよ。で、頭下げたりして、で、私も会釈してですね、そしてその信号が青になってずっと先に行くんですけどね、奥さんがですね、こっち振り向いてずっと手振ってんですよ。そんなことを状況を見るとですね、あ、やっぱり立ってよかった、これやっぱりやんなきゃいけないんだって、やっぱり意味があるんだなと。で、皆さんにやはり、私は先ほど申しましたけども、原子力空母の話、原子力空母、原発空母ってことをよく私は言うんですけれどもです、やはりですね、首都圏に一番近い原発は横須賀の原子力空母なんですよ。私はそれをね、紛れもなく皆さん方にね、申し上げたい、理解していきたいと思うんですよ。原子力空母、原発空母、一番近い 原発は横須賀ですっていうことですね。やっぱり原子母港化を、横須賀の原子力母港化を跳ね返すためには、全国の原発反対運動と連携しなければいけないということと同時にですね、原発の反対運動は横須賀の原子力空母を抜きにしてやっぱり語ることができないんじゃないかと。やっぱりですね、原子力空母と空母の反対運動と原発の反対運動がこう重なる、交差するところにですね、実はですね、友達作戦で死んでいった米兵の被爆者の兵士たちの思いが出てくるんじゃないかと思う。苦しみが出てくるんじゃないかと思いました。やはり原発反対運動と原子力空母反対運動が交差して連携して、本当の意味でのやっぱり原発反対の大きなうねりを作っていきたいなと私は最近強く思っております。まあこんなような調子でまだまだ一人で頑張りますけれども、皆さんまたお会いしましょうね。はい、ありがとうございました。では今日は特別に出張してきてくださったキャンドルから前田さんです。皆さんお疲れ様です。この年の瀬28日寒いのに、本当にこんなたくさんの人と、まあ予想を超えるぐらいのたくさんの人いらっしゃってくれまして、本当にすごいなと思います。本当に飛鳥さん、二郎さん、それからの希望のエリアのスタッフの皆さん、本当にお疲れ様です。一つここぜひスピーチ立っていたかったんですけれども、まあ希望のエリアも、もう7年弱ですよね。ね、ずっと毎週金曜日、金曜日。でね、いまだに思い出すのが2014年の2月の14日、バレンタインデーだったんですよね。大雪が降った日があるんですよ。で、あの日もですね、やはり、この希望のエリアっていうのは、この雪の中、やってましたし、おそらくね、確かに、ね、その年の9月頃でしたかね、
嵐が来て、でさすがにね、その時はですね、この希望のエリア、まあ、危険性もありますからね、一応中止の宣言をしたんですけれども、その中止の宣言した中、飛鳥さんとね、二郎さんはね、いたんですよ、ここに。でね、やはり間違って、間違わなく確信犯的にですね、嵐の中でも来る人がいるといけないということでですね、ここでですね、ずっと来る人を待ってました。でね、案の定、あれ20人ぐらいでしたかね、結構ね、その中に、嵐の中にも、いらっしゃって、で、恐れ多くもその時僕写真係でですね、皆さんここにこう集まって集合写真を撮らせてもらったことを覚えてます。何が言いたいかっていうとですね、本当に皆さんここ今日こんなにたくさん集まったのも、あるいは毎週ですね、この希望のエリアに集ったのも、飛鳥さん、それから二郎さん、それからスタッフの皆さんのですね、献身的な働きと、それから強い信念、それにですね、皆さん惹かれてきたんじゃないかなと思っています。本当にね、もう一つ、私今そこで今日は出張でキャンドルをやってますけれども、私も向こうの方でずっとキャンドルやってるんです。でこのキャンドルなんでやってるのか、キャンドルなんかやったってね、原発止まるわけがなし、そんなに強い主張はないんですけれども、でもね、このキャンドルずっと見ていると、結局ね、その私たちが原発をなくしたい、あるいは戦争は嫌だ、子どもたちを守りたいっていうようなですね、その願いとか夢とかっていうのは、やはり一番その願い、夢っていう根本にある祈りですかね、その祈りっていうのがベースにあって、それだから今後私たちが頑張り続けていずれ実現できると僕は考えてるんです。でその点ね、その点飛鳥さんがすごいなと思うのは、今ここでもこれからコールあるんでしょうけれども、安倍晋三さん聞こえてますかね。僕らはね、ほら安倍はやめろなんて言いたくなるけれども、飛鳥さん絶対言わないですね。安倍晋三さん聞こえてますか。結局ですね、相手をですね罵倒したりなんとかしたりして、怒りっていうのはあんまり長く続かないですよね。でそれでもやはり大きな夢を実現しようと思うと、やはりそのベースにですね、祈りであったり願いであったり、それからここにあるように希望っていうのがないと続かないと思うんです。敵は大きいです。だからこそやはり何、希望とか祈りとか願いっていうのをですね、私たち持ち続けて、今日で希望のエリアは一応終わりますけれども、ね、皆さんは引き続いてですね、やはり私たちの夢希望であるですね、原発をなくすこと、戦争をなくすこと、で子どもたちの命を守ることっていうことですね、これからずっと邁進していってほしいと思いますし、皆さん邁進していくことを僕は確信してます。あまり長くなるとなんですんで、今日はこれで終わりますけれども、本当にね、飛鳥さん、二郎さん、それから希望のエリアのスタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございます。キャンドル、これからも灯し続けてくださいね。前田さん、ありがとうございます。神奈川の今日は、はい、神奈川からも参加してくださっています。ありがとうございます。はい、浅香由香さんとしめしめさんです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。参議院の神奈川選挙区予定候補の浅香由香です。実は私このスピーチの場に立つのは初めてですが、2011年3月の原発事故があって、その後私は初めての子供を妊娠しました。0歳児を連れて原発反対と声を上げる場がここにあって本当に良かったなと思って、私は初めての原発でもこの場に0歳児を連れて参加をしました。その時に飛鳥さんが輝いて遠くの方に見えていたんですけれども、本当にそういう場があってよかったなと思いました。それからずっと実は一参加者としてここに上がることはなく、そっと参加してきましたけれども、私はずっと夢や希望、世界中から貧困と戦争をなくすんだと、原発をなくすんだ
憲法9条を守るんだ、こういう夢や希望を持ち続けてくることができたのは、諦めない人たちがいつも身近にいたからだなと感じています。私は今子供に一番残したいと思っているのが、この諦めない人たちのネットワークです。皆さん、この諦めない人たちの輪を全国各地にもっともっと広げていきましょう。そして安倍政権を倒しましょう。それが今私たちが子どもたちに一番残せるものではないかと思います。希望を全国に広げていきましょう。共に頑張りましょう。私は日本共産党で神奈川で県会議員をやってます君島千佳子と言います。普段浅香さんと共に神奈川県内そして国会などでも奮闘しています。で、今日ようやく来れました。ずっと金曜日っていうのはいろんなことが重なって気にながらなかなか来れない。で、それで市のこの希望のエリが終わりになるというのを聞いて本当に私は、悲しかったんですけど、でも今日ようやく駆けつけることができました。で、話したい方たくさんいらっしゃるでしょうから短くしますが、私がね12月で一番悲しかったのは辺野古の海に土砂が投入された時でした。本当に悲しくて無残な光景で胸が震えましたけれど、で逆に12月嬉しかったことの一つは原発の海外輸出が総崩れになったという、本当に国際的にはね新しい選択をしているということで、その中で孤立する安倍政権ますます追い詰めたいというふうに思います。で、もう一つ嬉しかったことは、梅雨空に救助を守れの女性でも、これが4年の時間をかけてようやく公民館の悲観誌に掲載されることになりました。で、このような嬉しい取り組み希望にしながら頑張っていきたいと思います。で、私もう一言、2年前にここにいる娘の優が亡くなって、でその時お通夜の時にちょうど金曜日の希望のエリアで皆さんが忍んでくれた松平さんがスターダストを演奏してくれた、その時私はお通夜で本当に娘と一緒にここに飛んできたいなというふうに思っていました。で、三回忌も先日終えまして、娘のことは本当にいつも心にあって悲しいことを抱えながらですけれど、でも私は元気で明るく頑張っていきたいというふうに思っています。戦い抜きたいと思っています。で、私は志野さんと同じように涙もろくて本当にここに着いた途端もうダメだったんですけれど、でも志野さんの当選もそうだし、私もまた来年4月頑張りますので、皆さんと共に本当に明るい日本を作ってまともな社会を作っていきたいと思います。今日はお疲れ様です。アスカさんがちょっと今ね喋れない状況なので、君島さんありがとうございました。ゆうちゃんのことをいつも思いながら頑張ってました。ね、では、埼玉からまたお二人おいでになってますんで、上本さん、ね、一緒に上がっていただきたいと思います。はい、伊藤岳さんも今日は駆けつけてくださいました。はい、ありがとうございます。それから井村さんおいでになってます。皆さんこんばんは。埼玉から私伊藤岳とお隣梅村彩子でやってまいりました。東海第二原発、築40年経った老朽原発まで動かそう、何なんですかこれは。ありえないと思います。私たち7年9ヶ月間声を上げてきました。一方そんな国民の声をそっちのけで偽造捏造安倍晋三、さっきの国会では隠して逃げる、やっぱりこの総理大臣を変えなければこの国の未来はないんじゃないでしょうか。野党はまとまらなきゃいけません。四の五の言ってる場合じゃないですよ。自民党だって公明党だって別に好きで一緒にやってるわけじゃないと思います。野党だって好き嫌いは脇に置いて四の五の言わずに野党と市民まとまってこの安倍政権ご一緒に倒していこうじゃありませんか。共に頑張りましょう。二郎さんと飛鳥さんにちょっと最後エールを送りたいと思うんですが、ちょっとお付き合いください。
頑張れ頑張れ篠飛鳥、頑張れ頑張れ土井次郎、頑張れ頑張れ私たち、頑張ろう頑張ろう私たち、希望のエリアから育って頑張ってまいります。皆さんこんばんは、続いて埼玉からスピーチをしたいと思います。前衆議院議員の日本共産党の梅村彩子と申します。私も、この場に来たのは、浅香さんもおっしゃってましたけども、あの原発事故が起こった直後、私は当時子供が保育園でした。で、あの頃計画停電でもう真っ暗な中で子育てをし、子供が保育園から帰ってきたらどうやって野菜を洗ってこの子に何を食べさせたらいいのか、で保育園に行ってもお散歩に行けない、でお散歩にやっと行けるようになった時に子供が最初に言った言葉は、お母さんこの滑り台滑っていいの、ブランコ滑っていいの。今日アスカさんと次郎さんのフェイスブックなどを見させていただいて最後になるということを見て、あの7年前、自分がどういう中で子育てをしていたのか、やっぱりあの時の子どもたちを絶対に守らなきゃいけないという一市民としての思いや怒りが、この間のこのみんなの行動の原点だったし、私自身も今日改めて自分の原点を思い出させていただきました。私は今北関東で活動しています。今朝栃木県の野木町に行き、これで全て栃木県の行政区を回りました。栃木は福島に隣接をし、今矢板に続いて塩谷町で最終処分場の戦いが始まっています。2日前に私この矢板や塩谷に行ってまいりました。すると市内に最終処分場反対というのぼりが立って、そしてお宅一軒一軒のドアに絶対反対というステッカーがあって、そして町長さんはじめ自民党員だった方々が、その自民党が原発を推進しているということで、ことごとくそこから自民党を離れて、今原発反対、最終処分場絶対反対という戦いのうねりが広がっているということを見てきました。皆さんも希望の種は各地に広がっているのではないでしょうか。東海第二原発も近隣の6市長さんたちが合意をしなければ再稼働できないという茨城方式というのを戦いの中で勝ち取ったのではないでしょうか。この希望をさらに広げ、原発ゼロの社会を一緒に作る、その日まで手をつないで皆さんご一緒に頑張っていきましょう。私も頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は歌声の大熊さんも希望のエリアに来てくださっています。お願いします。はい、皆さん本当にお疲れ様でございます。今日は、台湾のお話と歌を、やりたいと思います。台湾は昨年、電気事業法を改正させまして、改正させて、2025年に、全ての原発を廃炉するということを決めました。これの元になったのはやはり2011年の福島の第一原発の事故です。日本で起きる事故は台湾でも起こりうる。そして、台湾は首都圏から30キロ圏内に、原発が建っているんです。もし、台湾の原発に何か起きたら台湾は人が住めなくなってしまう、止めるしかない、なくすしかないということで、第4原発建設中のものは住民投票で、計画、撤回、そして第3原発が、2025年に、稼働40年ということで、この40年でも延長しないでなくそうじゃないかというふうに決めたわけです。その台湾を海を隔て我々日本はどうでしょうか。今話出てるように40年の寿命のはずの原発を60年使おうじゃないかと言って動かそうとしている、これだけ世界中に迷惑をかけておいて一体何を学んできたのかというふうに思います。この、台湾の脱原発を、作ったのはもちろん市民の力、そして歌でした。台湾の著名なミュージシャンたちが一緒になってお母さんたちと、作った歌が、子供の大空という歌です。
それに私日本語詞をつけて歌っていますので、それを紹介したいと思います。来年の1月の、先ほどね第3金曜日はこの希望のエリアみんなまた集まってみないかという呼びかけがされてましたが、その第3金曜日の18日から、歌声運動70周年ということで歌声祭典が東京とそして神奈川で開かれます。19日の、土曜日には轟アリーナという川崎の会場で5000人の体育館ですけれども、そこでもその歌声祭典のフェスタの中で原発反対のステージが取り組まれます。そこには大間原発青森から、20人、小名浜原発宮城から40人、福島原発福島から30人、浜岡原発静岡から40人、原発銀座の福井から50人、伊方原発愛媛から8人、仙台原発鹿児島からも8人の歌声の仲間がみんな集まって、東北全体でも130人の仲間が来てこの原発反対のステージを、作ります。その中でこの子供の大空も歌います。そして福井と福島の仲間はこの金曜日から来ますから、18日ここに来たいと言っておりますので連れてきたいと思っております。ぜひ皆さん、歌声祭典でも一緒に原発反対歌ってくれればと思います。すいません、ありがとうございました。紙をお配りします。じゃあ、遅くなりましたがふるさと行きましょう。大熊さんも一緒に歌ってください。音楽隊の皆さんお願いします。Thank you.
まだ終わらないもんね。はい、では森田さんお願いします。リューチェル、ちょっと今日ね8時押しちゃいますが許してください。もう押してるけどね。皆さんこんばんは。お疲れ様です。安倍政権は国民に嘘をついて問題のある法案や事実というものを塗り替えていく政治を行っています。日本を守るためのものでない集団的自衛権行使を認める安保関連法、嘘を塗り固めて数の力で通しました。そして小泉純一郎元首相が平成の治安維持法を通した首相になりたくない、こう言って採決を見送った。共謀罪をパレルモ条約や批准や東京オリンピックのためのテロ等準備罪と偽って、中間報告というありえないやり方で通しました。そして今現行憲法がいるなくある中で、出雲型護衛艦を多用途護衛艦とこういうことを称して、いわゆる空母化をしようとしているんです。軍事学的に言えば空母ということであれば、 CVW 空母の飛行機部隊は早期警戒機とかそういったもの、電子戦機とかそういったものなければ空母としての運用にはなりませんけども、しかし憲法9条の枠ということを考えれば完全に逸脱しているということなんです。憲法を守らない政権なんかはいりません。保守本流だった加藤浩一元幹事長はこう言いました。戦後の日本は憲法9条が守ってきた、9条は一言たりとも変えてはいけないと言ったんです。戦後の日本の平和というものを崩す安倍9条改憲、憲法違反の安保関連法を合憲化することであって、絶対に許すわけにはいきません。憲法を変えるより前に変えなければいけないのは憲法を守らない安倍政権ではないでしょうか。安倍首相は日本を取り戻す、こう言って戦前に近づけてきています。しかし取り戻さなければいけないのは今安倍政権によって壊された民主主義と平和主義ではないでしょうか。そして不平等な日米地位協定の見直し、これをやることが必要なことだと思います。皆さんこれからも共に頑張っていきましょう。そして7年間次郎さん、飛鳥さん、スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。心からリスペクトします。ありがとうございました。ありがとうございました。最初にも言いましたけれども、はい、希望のエリアね、終わり終わりって言ってるけど、もしかしたらこれちょっと余ってる場合じゃないでしょう。国会前で声を上げなきゃいけないでしょうっていう日が来るかもしれないし、はい、もしくは安倍さんが辞めてね、そうこれみんなでお祝いしなきゃみたいな時に、ツイッターとかフェイスブックではお知らせするんですけど、はい、ご高齢の方もいらっしゃったり、はいはい、ね、列島をやってらっしゃらない方もいるので、はい、もしよかったらこの希望のエリアの連絡カードっていうのを用意しましたので、ここにお名前とご連絡先を書いていただきましたら、同窓会とかやるときにお知らせをしたいと思いますので、もしそういうのお知らせ欲しいよって方いらっしゃいましたら、これに書いてお知らせください。回しときますね。はい、では力さん、はい、力さんです、お願いします。ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。今年尾長知事が亡くなったんですけども、それを見てね、別に俺すっごい特別に支持してるわけではないんですけども、生き様を見て立派な政治家だと思ったし、感動したし、でその、沖縄の、それを生んだ、ずっと継続してる運動っていうのはね、僕は感動した。それで、24年前に作った歌なんですけども、それを捧げました。でそれをちょっと希望の依頼に捧げます。街角じゃ子供たちが
希望も誇りも捨てて、身も心も売りさばき、一時の晴れ間を買ってる。昔は良かったなとお前がつぶやく。世の中はひどくなり、俺たちは年を取った。考えないほど働かされて、落ち着く場所を探す夜、雨粒が打ちつける音が、少しずつ少しずつ響いてる。車は水を跳ね飛ばし、知らん顔で通り過ぎる。今では困っていても、誰も傘を貸しちゃくれない。救いようもねえとお前が吐き出す。頭の中で笑う。醜い顔も追い出せないと、表通りで恥をさらして、それでもまだ消えたくない朝、雨粒が打ちつける音が、少しずつ少しずつ響いてる。ズボンの裾がまとわりついて、思い通りに歩けはしない。誰もがそう思い、助けが欲しいなら、この鬱陶しい雨を恵みの雨に変えることはできないか。壊れそうもない岩を打ち砕く雫のように、同じ空から降って違う地下を通り、何年も時をかけて一つの場所に集まる。人の心もいつの日か、それまでは辛い午後だけど、雨粒が打ちつける音が、少しずつ少しずつ響いてる。お疲れ様でした。ありがとうございました。タンポポ茶さん、柳田さん、はい、お願いします。はい、こちらに、こちらに、いやいや、ここにいるから。こちらに、ごめん、登り見てた。すいません。タンポポ茶の柳田です。私も何回かここでタンポポ茶のボランティアの女性の皆さんと一緒にいろんなアピールをさせていただきました。そういう点ではここは自由にみんなが原発その他いっぱい喋れた、そういう点では非常に貴重な場だったと思います。私が四国の伊方原発へ高松に行った時に、高松で担保者の何人かと行ったんですが、その映像がすぐここでも上映されたと翌週戻ってきた時に聞きまして、この場が非常に大きい意味があるなと思いました。今後皆さん、最後になりますが、安倍内閣を倒す切り口はどこが一番あると思いますか。安倍内閣を倒せる切り口、山口県民を離婚にさせることだ。はい、それもありますが、原発成長戦略の原発が輸出が全部崩れましたよね。あれものすごい打撃を安倍内閣が与えてます。
輸出が全部英国もトルコもみんな潰れました。成長戦略の柱が潰れました。次、国内の原発を一つ二つ私たちの力で潰せば安倍内閣の成長戦略の最大の柱が崩れるんです。特に東京圏では東海第二原発を止めるこの可能性がかなり多くあります。あと2年ちょっと工事をやると言ってますが、私たちは全力でこの東海原発を止めたいなと。東海村の村上村長が言いました。今までは茨城だけで頑張ってきたけど、今年1年はこの東京圏で大きな塊の東海原発脳ができた、とっても期待してる、希望を持ってるとおっしゃいました。ここの希望のエリアと同じです。私たちが一緒になって安倍内閣を倒す最大の切り口の一つが原発輸出と、それと関連する国内の原発を市民の力で止める、その希望が近づいてる。一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。柳田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では権限連、権限連、はい、はい、鴨下さんが、福島県いわき市から東京に避難してきております鴨下です。今柳田さんの方から、東海第二原発の話がありましたが、ちょっとまずそれに関連してですね、東海第二原発本当に私たち何とかして止めなければいけない、そしてそれはですね、なんかなし崩し的に動かなかったということではなく、私たちの力でしっかり止めたんだということはしっかりやらなければいけないんだと思います。やはりこれだけ危険な、そして老朽原発ですから、これを、なかなか動かすこと自体確かに非常に危険だし、そう簡単にと言いますか、できないだろうとは思いますが、それをですね、とにかく私たちの手で止めたんだということをしっかりやらなければならないんだと思います。でその、広めていく一助としてですね、この、恐怖のカウントダウンという、映像を、私たちと一緒にやっております、遠藤さんという、ビデオジャーナリストと一緒に作りました。どうかその東海第二問題を広げるためにもこれを、使ってください。それからですね、この原原連の方ですが、福島原発の事故、この被害者、今原原連、原告被害者、原発被害者原告団全国連絡会ですけれども、1万3000人の原告が全国各地の訴訟で戦っております。約30の訴訟があります。この訴訟ですけれども、なんかあまりですね、こう知られてないんですが、今まで出てる判決では、かなりの部分で原告の主張が通ってます。ただそれは国東電に責任があるというところではかなり明確に、これは責任ありとなっているわけですが、被害の、規模といいますか、汚染、特に被曝、汚染に関しての評価は非常に低いというふうには、言わざるを得ません。しかしですね、国に責任あり、東電に責任ありということは、これしっかり出てるんですね。これを、高裁に上がっていく中でひっくり返されないようにしなければならない。でそして被害の、この被害を直視してしっかり生活再建にかなうだけの、賠償をしっかり、原発事故の被害として明白にさせなければならないというふうに思っています。この東京訴訟、先に出てる判決の方は、今、高裁にかかっておりまして、まだ期日決まっておりませんけれども、1月28日、裁判を知ってもらうカフェというものを開くことになっておりますので、ぜひこちらいらしてください。私はですね、この原発事故がなければこんなようなこと、こんな場所でこんなようなことを喋るようにはなってなかったんですけども、この希望のエリアに、温かく迎えていただきまして、喋るのも多少上手くなったんじゃないかなと思っております。本当にですね、こういうところで喋るの全く苦手で、もうなんか最初のうちボロボロだったんじゃないかと思うんですけれども、本当にここで温かく、育ててもらったと私は思っております。この場がなくなってしまうのは非常に残念ではありますが、しかし、原発事故の問題は、全く救われてないし解決もしてない。国も東電も、全面的に納得いかないと言って全面的にぶつかっている争い
になっております。これどうか私たち、しっかりもっと明確に原発事故の、責任、損害の規模を明確しなきゃいけないませんし、国東電にしっかり、後か落とし前をつけさせなければいけないと思います。これからも皆さんと一緒に戦っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。そして、希望のエリアの皆さん、どうも長い間ありがとうございました。これからも頑張って一緒にやっていきましょう。ありがとうございます。じゃあ今日足利のやすこちんがちょっとだけやすこちゃんです。遠くから来てくれました。栃木県足利市から来ました鳥居であすこです。希望のエリアのラストは行かないわけにはいかないと思って来ました。泣きません。次郎さんやあすかさんと出会えて、原発事故があったことでどうにも自分がどうしたらいいか分かんなかった気持ちがだんだん行動に移せるようになりました。で、まだ栃木県足利市は一般的なところは放射線量高くないんですけど、やっぱりその放射線量が高くなって蓄積されてしまってるところがあるのに、いわゆる大人たちはそれをないことに見ないようにして、それを気にしてるお母さんたちの意見を聞かない、そういうことが起きていて、本当にそのお母さんたちと一緒に何かしたいと思いながらまだできずにいるんですけど、来年春市議会議員選挙に挑戦して、頑張れそういうお母さんたちの思いを切り捨てない、本当にその子たちの未来を潰さない新しい足利を作っていきたいと思ってます。それが私の足利でできる希望のエリアの活動だと思ってるんです。希望のエリアの次のステージを楽しみにして、またみんなで集まれる時があるといいなと思ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか喋れと本当に2011年3月のあの大震災から、みんなそれぞれがね、できる自分にできることを何かないかって探しながら、勇気を持って初めてこの国会前に来られた方も多いのではないかと思います。私もそうでした。自分の娘が、お母さん、私はお母さんの年まで生きられるのって聞いてきた時に、これは何かやらなきゃって、子供のためにできることをやらなきゃいけないと思って、自分にできることを探し続けて今日までここに通ってきました。これからも困った時、辛い時、なんか世の中おかしいなって思った時は、希望のエリアのことを思い出してください。そしてここで暑い夏も寒い冬も一緒に声を上げてきたことを忘れないでください。原発なくして、ここでみんなで笑ってお祝いしてさよならしたかったんですけど、それができなかったことが本当に申し訳ないと思います。でも本当に原発事故からこっち安倍政権ずっと続くし、嫌なこといっぱいいっぱいあるけど、ここで皆さんと出会えたことだけが私は本当に一生の宝物です。本当にお疲れ様でした。これからも諦めずに、それぞれができることを笑顔でやっていきましょう。本当にお疲れ様です。これからも頑張ろう。それしかねえよ。Yeah.
ないで行っています。みんな幸せになりたくて行ってきます。これからも声を上げていきましょう。足連合乗り越えて野球の敵としてあるものをまたは高々降り大臣が高々乗りの
忘れでしょうか。みんなで写真撮りますよ。さあ、あすかさん、自撮り棒持って。自撮り棒、はい。みんなちょっとこの辺に寄っていただいて。みんな集まって、集まって、集まって、全員で写真撮りましょう。はい、これ入るのみんな。わからん、やってみると。ゴミさんにさ、ちょっとプロの力もさ、借りてさ。借りようね、借りようね。ゴミさんお願いします。入るかな。アスカさんの顔が入ってない。顔が入ってる、入ってる。先生。こっち、こっちの皆さん。何こっちの人もね、はい、もうなバチバチいっとこうね、えなんかまぐれでまぐれでと、こほらね、え大丈夫これ、なんか炉端焼きみたいだねなんかこれ結構重いね。ありがとうございます。さっき言ったカードね、連絡行ってもいいよっていう人いらっしゃいましたら、スタッフまで連絡先とお名前を言っていただければと思います。来年からね、本当に来年2019年いい年にしましょうね。ね、間違って金曜日ここになんか来ちゃうかもしれないけど、また会いましょう、その時はね。ありがとうございます。音楽隊の皆さん、ありがとうございます。スイキャステーション動画をご覧の皆さんもありがとうございます。警察の皆さんもありがとうございます。キャンドルエリアの皆さんもありがとうございます。自転車隊の皆さん、ありがとうございます。お疲れ様です。We shall.
また会おう。また会いましょう。お疲れ様でした。遅くまですいません。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。